必ずやろう日本最高坂井隆ですこの動画を見てなるほどねなんて思ってくれたの？ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします6月7日のデイリーニュースをお伝えします えー、ロシアのルーブルがですねこの1年の間でずっとこう下落が続いてるというのは皆さんご存知でしょうか、えー、こちらのチャートをご覧ください昨年の6月に1ドル52ルーブル程度で高値をつけた後にですねまあどん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 統合値段が下がって現在においては1ドル80ルーブル程度になっているというのが分かりますよねね、まあ、グラフを見てててて下落ししななくて上昇してるじゃんなんでね。 まあ思われた方もいるかもしれませんがえ1年前は1ドルを手に入れるのに52ルーブルあればよかったのに対して今では1ドルを手に入れるのに80ルーブルが必要になっているというのはールーブルのえ価値がですねまあそれだけ下がったとね数字は確かに52から80に上がってるけれども価値としては下がっているということになるわけです。 えー、ウクライナでのこの戦争が開始された直後の2020年の2月28日にロシアは政策金利をですね、まあ、一気にこの20%にまで引き上げて、えー、ルーブルがこの暴落傾向にあったのを食い止めるというこういうことをやりました。でその後、まあ、ルーブルの価値が戻ってきたのに合わせてですね4月8日に政策金利は17%に引き下げ まあ、さらに5月9日に14%にで、5月26日に11%にで、6月14日には9.5%に、8月1日には8.0%にということで、こうずっとこう下がってきたという感じなわけです。そして9月16日にですね、まあ、7.5というところをつけてから、まあ、それからはですね、一定でこう動いてきたというような状態になっています。 まあですので、この今7.5%金利というのはですね、ざっと9ヶ月ほどえ続いているということになります。もともとルーブルというのは、この1ドル80円程度であることがまあ多かったということがあるので、今の水準っていうのはね、そんなね、ルーブル安とかではなくって、いやいや、元の水準に戻っただけだという、こういう感じでね、見る見方も一応はできるかとは思います。ただ 私はあんまりこのルーブルに対するものの見方というのを楽観視すするのは違ううんじゃないいいかということこを今思っています、えー、さて2022年のロシアの GDP はですねさまざ、あ、まなこの西側の制裁がこう加えられていった中であっても公表値ではえわずかマイナス2.1%にとどまってですね意外にこの経済へのダメージは小さかったんだよみたいなね、えー、そういうことが言われたりします。 でしかしながらですね、えー、この輸出も輸入も大きく下がってるっていうところもですね私はね見ておかないといけないって思うわけなんですね。で GDP 統計はまあ輸出が減ればそれはもちろん GDP が減るっていうところにいきそうなんですが実はこの輸出が減ったのと同じ分だけ輸入も減ったらですねで実はこの GDP 統計の数字は。 動かななないいっってううことになっちゃうわけなんですね見かけ上何の変化もないように見えちゃうっていうことなんですでところがその国内で行われている生産活動はですね国内で使われている分だけではなくてこの輸出分も加わって全体でその国内の生産活動というものが行われるっていうことになりますよね。 でそうなると輸出が低調になっているということはそれは国内の生産活動がその分だけ衰えているということに実はつながってくるっていうところはちゃんと見ておくべきなんです。つまりロシアの GDP は確かに表面的には2.1%しか下がっていないけれども。 輸出分が大きく下がっている分だけ実はそれだけ経済に対してのダメージは大きくなっているんだよそこを見落としちゃダメだよってことなんですさて、えー、ロシアにおいてプーチン大統領がですねこの西側企業の資産というものを、まあ、一時的にロシア政府の管理下に置くみたいな政策を、えー、5月の25日にですね実行しました。フフィンランラドののエネルギーー会社のフォータム そしてドイツの電力会社のユニパーこの2つがですねその対象となりましたでこうしたことが、えー、あったことからですねこの外国銀行のロシア部門というものに対しても同じようなことが行われるんじゃないかなんていう憶測がですね今割とこう広がっているということがあったりしますでこの動きに対してロシアの中央銀行であるナビウリナ総裁はですね 外国銀行のロシア部門をロシア政府が一時的にですよねこれね掌握するということこれは適切ではないというそういう考えを示しましたでこれはこの方向を今強めていこうとするプーチン大統領に対してのまあ牽制という意味も、えー、一部としてはあるだろうと思いますでさらにそれに加えてですね実はその金融の安定性という観点から見てもこのことは大事であるというふうにですね えー、ナビ売りなあ総裁は考えているというふうに見た方がいいんじゃないかなと思います。えー、ロシアの中央銀行はですね5月の末頃に発行したあ金融安定レビューというものの中にあって国内で営業する外国銀行に対する、えー、この圧力、えー、そしてその制裁体操の拡大これらを背景にですね、えー、その国内の外貨決済がこの不安定になっているということを実は指摘しているわけなんですね。 でそもそもなんですが、まあ、西側との経済的な取引引こが衰えていく中でドルやユーロの利用というものが大きくこう制限されてしまい、えー、人民元決済というものが今大幅にに増加してていいるととうことになってますよねで、まあ、人民元も確かに外貨といえば外貨なんですけれどもしかしながら人民元というのは他の通貨に対しての自由な交換性というものを持っていないわけなんですよね。 でそうすると流動性があんまりないそんな人民元を、まあ、たくさん外貨として蓄えておいてもですねこれっっっててそんななななににに嬉しい話にはならない話はらことになっちゃうわけなんですよでこうした状況の中で、まあ、数は少ないけれどもですね今でもそのロシアの中で経済活動を行ってくれている、まあ、西側の金融機関これをいじめるようなそういう動きに出てしまうというのは。 これはかえってロシアの経済を潰してしまうことになるんじゃないかっていう心配をですねナビウリナ総裁はしているってことになるわけなんですね。でさらにロシアの中央銀行が今心配していることの中には国内のお金がですねどんどんと国外に逃げているっていうことに対する危機感というものが間違いなくあるんじゃないかなと思います。 金融安定レビューにはですねロシア国民が国内銀行に保有する外貨預金が3兆1000億ルーブル減少する一方で2兆6000億ルーブルが外国銀行の子会社に移されているんだとでその資金を海外に持ち出してですね外国の金融商品を利用してその貯蓄をする資産防衛をするそういう動きが。 えー、あるんですがこれがさらに強まるということへの警戒心というものがですねこの金融安定レビューの中に、えー、記していたりするわけなんですで、こちらのグラフはロシアの家計部門が外国銀行口座に保有する預金額の推移というものを示したものなんですね高い政策金利によってルーブル高が起こっていた時、えー、その時にはですね、えー、このお預金残高というものはま随、あ、分減ったということにはなったんですが その後はですね、えー、再びこう増加に転じるというような状態になり、えー、そこからこうすごい勢いで増えているというのが分かりますよね、えー、2023年の4月時点で5兆4000億ルーブル、えー、日本円でざっと9兆5000億円ぐらい、えー、このレベルに達しているというふうにウォール・ストリート・ジャーナルは報じています。ルルーブのの価値がこう下落すするのに伴いですね 外貨屋建て預金の評価額が、まあ、当然それだけ増えるっていうことにもなりますから、まあ、そういうことでね、えー、これが増えたっていうことも当然あるんですけれども、えー、しかしながらそれだけではですね2兆ルーブルを切っていたところから5.4兆ルーブルにまで、えー、この2.7倍に膨れ上がっているというこの数字全体を説明するというのは全然できないよっていうことになりますよね。 でそしてこのロシアの銀行システムからですね資金が逃げ出していくということはこのロシアの銀行システムの中のお金が減っていくということを意味しますよね。でそれはそのままですねロシアの国内において企業がですね必要に応じてこの資金調達をしようとした場合その部分をですねかなり阻害することになってくるということも私たちは見ておかないといけないってことになるわけなんです。 でロシアの中央銀行はこうしたことを懸念しながら、まあ、ロシア国民に対してもですね外国にね多額のお金を預けちゃうとね外国銀行へのアクセスっていうのがブチって切られてねでそうやってそのお金せっかく貯めたのが使えないなんてことになるかもしれないよ危険だよ気をつけておいてねなんていう、まあ、警告もしていたりするわけなんです。 でこの警告はもちろん現実にですねロシア国民がまあそういうリスクにいつ直面するかわからないっていうそのリスクを反映したものでもあるんですけれどももう一方においてさらなるロシアからの資金流出をロシア中央銀行が恐れているからだっていうことでもあるわけなんですよ。でこの資金流出が今後も続きさらに拡大するっていうことに対しての恐れをですね ロシアの中央銀行はは間違いいいななくく強めているはずなんですでこちらのの記事をご覧くださいでロシアの中央銀行がですね次回6月9日に行われる政策決定会合で金融引き締めを余儀なくされる可能性があるということを警告したものをこれ報じているものです。記事の中ではこのインフレ抑制に何かね主眼があるかのようなそういう書き方をしていますけれども。 国内の金融資産がこの海外にどんどんこう流出するこの動きがある中で国内金融というものを防衛していこうとするそのためにはですね利上げはははやむを得ななないいいいととととうこのの方が私としては本音なのではないかと思いますでロシア国民はまあ自分の資産を守っていくためにですね外国に銀行口座を開いてルーブルを売って外貨で資産運用をするというこういう道に動いているわけですね。 でこれに対して、えー、ロシアの中央銀行は警戒心を持って、まあ、金融引き締めによって、まあ、国内金利を少しでも高めることによってですね、えー、そういう資金が流れていかないように、えー、もう一回こう食い止めていくという動きこれを今、強めているということなんだろうと思います。で原油天然ガスののの、えー、輸出価格といいうものが、えー、今こう低迷しててるこの中にあって 外貨の獲得というものがですね、こう抑制されていて、えー、ロシアはですね、まあ貿易収支も赤字、国家財政も赤字、えー、そういう中で非常にまあ厳しい状況に陥っています。で、こうなるとなおさらなんですが、ロシア国民のこの資産防衛意識というものは強まらざるを得ないわけなんですね。で、強まらざるを得ないということは、彼らはで自分たちの持っている資産を えー、外に持ち出して、えー、それで外貨に変えて防衛しようとする力が強くなるということでありそれはルーブルをバンバン売っていくという動きを強めるということでありそれはルーブルの暴落を誘いかねないそういう動きになっていくということになるわけですよね。でそれを止めるために金融引き締めに動かざるを得ないっていう状態になった時。 えー、ロシア経済が今かなり傷んでいる状況、えー、国家財政もままならない貿易もま,ままならないそういう状態になっている中で金融引き締めがさらに強化されていくっていう状態になった時にそれはさらにロシア経済を苦しめることになっていく、えー、その非常に厳しいトレンドの中にですね今ロシア経済は入っているんだということを えー、私たちはですねきっちりと見ておく必要があるんじゃないかというのが、えー、これが私の見立てだということになります。で次のニュースですでアメリカの債務上限問題が決着してですねまあ金融市場の緊張というのはまあかなり弱まったって感じにはなっているわけなんですがしかしながらですね、えー、新たな懸念というものが今、えー、指摘されているということがあります。 それれはこれまでですねもうとにかくカツカツになるまでアメリカ政府が資金を使ってきたということがあって今手元に本当にお金がないっていう状態になっている中で今後米国債がですね一気に大量に発行されるというのはこれはほぼ確実ではないかっていうふうに見られているからなんですね。で6月1日時点でアメリカ財務省が保有する現金残高は 228.9億ドルだったんですけれどもえこれは昨年9月の時点での現金保有残高の6,630億ドルっていうところから見た場合にもう全然違ううとということにななってくるわけなんですよねで仮にこの水準まで、えー、その現金残高を引き上げるということになれば。 まあそれだけで政府債務をですね、6400億ドル程度増やすということになりで、それはその分だけ国債発行をしなくちゃいけないということになってくるわけです。でさらに6月にはですね、合計で1兆3600億ドルに相当する、えー、短期国債の償還、長期国債の償還、えー、それして利払い、これが予定されているんだそうです。でそうするとですね、えー、先ほどの金額と合わせると、 なんと合計2兆ドルくらいですね必要になるということでありそれは2兆ドルくらい国債をね今発行しなくちゃいけないっていうことに一気になっちゃうのなんていうこういうことになってくるわけなんですね。まあ、もっとも6月15日には法人税収が、えー、入ってくるということになるのでおそらくなんですが6,000億ドル程度はですね、えー、ここで賄えるんじゃないかななんていうふうには思います。 それで6,000億ドルがこの法人税収で賄えるとしてもなんですけれどもそれでもまだ残り1兆4000億ドル程度の国債発行というものが必要になってくることとになりますところでなんですがそれだけ大量の国債をですねこの短期間に発行するっていうことになった場合にアメリカの金融市場というのは一体どうなるんでしょうかっていうことが今問われてるわけなんですね。 でこの発行する国債っていうのは、まあ、当座のね資金の確保のための、まあ、例えば期間1ヶ月みたいなそういう短期国債が中心になるというふうに思われるんですけれどもこの短期国債の大量発行によって短期国債の金利というのが上昇するんじゃないかっていうことが、まあ、予想されるわけなんです。でこれは、えー、エンドル間のこの金利差というものが さらにこう拡大するっていうことをこれを意味することになるからドル高円安につながるということがですね今予想されていたりするわけです。でまたアメリカ短期金利の上昇というのはアメリカの金融資産価格に対してはですねこう逆風になりますよね。 金利が上がればあその普通に預金にしといても十分儲かるってことになるからわざわざリスクを犯して、えー、変な金融商品に、ねえー、投入しなくてもいいよねってことになってくるわけです、えー、そうなるとです、ねまあ、金利が上昇に伴って金融資産価格っていうのはこの下がるというこういう傾向というのは一般的にはらんでいますでそうなると、えー、株価が下がるとかです、ね、この不動産価格が下がるとかです、ねまあ、そういうようなことというのが あ起こっ例えば、ー、こ,ここで、えー、ちょっと思い出してほしいのは現在 FRB はですね量的引き締め政策というものをクオンティタティブ・タイトニング QT と略して言われたりするその政策に出ているということなんです。で量的引き締め政策っていうのは FRB がですねこの手持ちの国債などを市中に売却をすることによって。 市中に出回っているお金というものを回収する、まあ、そうすると市中に出回っているお金が減っていくという、まあ、こういう話なわけですよ。でそうした場合なんですがじゃあアメリカ政府がね今国債を発行してお金が必要だからっつって国債をボワッと売却するそれによって市中に出回っているお金を政府が吸い上げるということをやるのも、まあ、効果としてはね ちょっと似たようなものだっていうことにはなってきますよねつまり FRB とアメリカ政府がともに市中に出回っている資金をですねこの回収する動きをするということにはなってくるわけなんですで、そうなると、えー、この今 FRB が進めている量的引き締め政策これがさらに強化されるそういう効果を持つことになるんじゃないかというこういう指摘があるわけなんですよねで私はですね まあこの点についてはあんまり過剰なな心配は実は実していないんですよでなんでかって言ったら当然ながらアメリカ政府はこうした事情を理解した上で一気に手元の現金残高をボワーって高めるなんていう選択はやらないで当然ながらゆっくりゆっくりゆっくり動いていくに決まっているだろうというふうに思っているからなんです。 で、この見地から行くとなんですが、今ちょっとこの話題がですね、一部の界隈で結構大げさに扱われているところがあるんですけれども、まあ、そこまで大げさに扱うことはないよねっていう、そういう立場ではあるんです。ただ、その一方で、徐々にやっていくとすれば、長期間この問題が付きまとうということになるというのも、これはもう一方で見をいしてはいけないんじゃないかと思うんですね。で、そうなると、 ドル金利は少なくとも下がってはいかないであろうということが簡単に読み解けるわけで、ドルが高くて円が安いという今のこの基調というのは長期にわたって続いていくんじゃないかっていうことなんです。少なくとも日銀の上田総裁がですね、今のその金融緩和路線を当面変える気がないことを示していますから。 えー、日本の金融スタンスが緩和姿勢から揺るがないということを前提とすればですね、えー、アメリカの金利は当然高止まりするということが長続きし、えー、日本円が低金利であるということが長続きするわけですから、えー、円が安くてドルが高い基調というのは基本維持されるというふうに見ていけばいいということになるんじゃないかということなんです。 でさてアメリカの短期金利水準を決定する FOMC と呼ばれている会合がですね来週予定されているわけなんですけれども金利高への懸念がこう強まる中にあっては今回はですね、まあ、利上げをわざわざやって、えー、そこのところをさらに煽るということはおそらくやらないんじゃないかななんていうふうに、えー、今、私は見ていますが、まあ、結果的にどうなるかは分からないです。ただ その金融引き締めをしたいという動きはですねいまだに強いんですよね。FRB の中にあってもさらなる金融引き締めを求める動きというのは、えー、まだまだ割と強いということがありますで。かつて財務長官をやったローレンズ・サマーズ氏もですね、えー、6月のこの金利の引き上げというものは一旦スキップするということをやったとしても。 7月には0.5%、まあ通常0.25上げるのが通常ですから、それの2倍の0.5%引き上げるぐらいのことまで考えていいんじゃないかなんていうことをね、言っていたりするわけなんです。で、サマーズ氏はじゃあそれで0.5引き上げたらそれでおしまいっていうことになるのかと言ったら、おそらくあと1回0.25の引き上げまでやるべきだと、 えー、その現代の雰囲気としてはですねそういうことをニュアンスとして伝えるようなそんな言い方をしていたりします。でこういう金融タカ派の見方がですね、えー、割とこの、えー、アメリカにおいては強いわけなんですね。でこのアメリカにおいて、えー、その高い金利っていうのはですねまあ本当にクラッシュでも起こんない限りは えー、そのまま維持されるというふうに見た方が私はあ素直ななな見方ではいいいのかなという,ふうに思っています、まあ、当面とにかく、えー、その金融高派が割と強いという動きは、えー、当面続いていくというふうに見れば良いですから、えー、そうなると、えー、ドルが高く円が安い、えー、この状況というのはまだまだ続くというふうに理解すれば良いんではないか、えー、私はそんなふうに見ています。 必ずやろう日本最高長谷豊でしたチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたしますまたベルマークの通知設定をすべてに切り替えていただきますよう併せてお願い申し上げます